おはせにんにん朝のるりです朝のあかねでーすはいということで公衆電話の続きをやっていきたいと思いますはい前回分かったのはとりあえず、うん、ひたすら30円なくなるまで同じ番号にかけ続けるっていうのと、うん、<laughs> 前回あのー、過去に電話するっていうことができてなかったからまず実家の過去の実家、うん、10年前の実家にかけてみましょうオッケーププププーーーーよしシシシシャープシャープシャャ 560の560の222 222にゃ、うんにゃんにだねだ、うん、出るかなー10年前でしょ20歳の時の実家でしょおーはいもしもし佐藤です母さん、俺だよ、直樹だよ直樹あんたさっきまで家にいなかった <laughs> なんで電話かけてんのボケたことするのは私だけにしてよね直樹 <laughs> までボケちゃうことはないわようん。<laughs> <laughs> <laughs> しゃべったー <laughs> ちょっと人んだと思ってるのまだ冗談が言えないほどボケちゃいないわよすごく元気にハキハキと喋っている母だ確かに全然違うねあ10年前だと始まってないのねあそうなんだあでまだ実家暮らしなのかなるほどねうんうんこの数年後に母は認知症でボケてしまうし俺は母の介護から逃げるように一人暮らしを始めるいろいろとこみ上げてくるものがある母さんあのさ今までありがとうそれであと ごめんえー、なんだい急にほんとだよまあ意味わからないと思うけど言えるうちに感謝を伝えておきたいんだよ言えるうちにってまだ死なないわよ <laughs> そうだねでも嬉しいわこちらこそありがとう、うんうん、いいお母さんね直樹せっかくだから感謝は私だけじゃなくて、うん、父さんにも言ってあげてね、うん、あーちょっとこれ、あやばいなくなったお父さんと電話するってすっごいなんかすごいあれだな、ね、えでき<あ>てるの あたもう一回もう一回もう一回そっか10年前なら生きてるんだそっかお父さん亡くなったの5年前だからね生きとんのやうん直樹かうん俺だよああ父さん数年前に亡くなった父が生きているよしよしお前母さん何言ったんだちょっと泣いていたように見えたが今まで育ててくれたこととか当たり前のように思ってたからさ言えるうちに感謝しとかないとかなってああ、なるほどねそれは父さんにも同じだよなんか恥ずかしいというか ゼリフさくて言えなかったけどこれななおおきのセリフかありがとううんありがとうお前もようやくそういうことが言えるようになったか言えるようになったよあーなるほどねうんうんなんとなく理想にしてるってそりゃ嬉しいよ無言…えなんで無言な喋ゃれよもったい10円だうんはいえお、音しちた知からしり始めたなんだえあれお前今電話してるんじゃえ電話の向こうで父と誰かも会話が聞こえてくる怖っ

自分と会話するというこの状況に何の処理が追いついていない感覚だ。うん。思わず沈黙してしまう。向こうから沈黙を破ってきた。あの、もしもし、どちら様ですかえっと、10年後の佐藤直樹って言ったら死んでます死ねえな。<laughs> なんか一発でわかる証拠ってあります <laughs> <ん>あの、恥ずかしいとこにほくろあるとかね。<ー>そういうことね。<laughs> う,んう,んうん。言えないやつだ、それ。はい。 生年月日が1987年8月31日生まれの30歳生まれも育ちも町川市一番仲のいい友達は福田悠介えあこれ大事なの福田悠介一番一番仲いいんだねこいつが一番仲いいんだねおっきゃっきオっケ。二十歳の頃って言うとあれだな何生年式が終わった後、と早瀬さんに告白しようとしたけど何もできなくてそれをつるずる後悔してるでしょあとあわかりました信じられないけど信じます一応納得してくれたようだところで未来の俺が何のようなんですか俺が過去の自分に言いいたこと 本来ならいろいろと言いたいことはあるのだが、うん、今はとにかくボックスから脱出しないと危ないやな俺が飲み会の帰りで酔いつぶた後からこの中に閉じ込められたと思,う思われる間つまり10年後の5月5日はとにかく外出するなと言っておけばいいか、うん、なるほどね そもそもそも誰にも助けてもらえない俺の生き方そのものを見つめ直してもらった方がいいかあーそっちの方がもちろんそうだね。ねえ、ね、直せるならね。そうだね見つめ直せ。う<ー>ん。<laughs> <laughs> 夢ばっかり追いかけすぎてその他のことをおろそかにするなと。 どちらだろう。生き方を見直せー。えーなんか大事するなあと思う。<laughs> 生き方を見直したらそれ助けてくれる人も増えるよ。いや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 あの行いだって行いだってうそういや尚輝の行いがその、うん、他の人たちをね、うん、そうあの。<laughs> あふざけんなよみたいな冗談だろうみたいなのになってるか生き方を見直してあの人からの信頼を勝ち取れば絶対自分に返ってくるからあすごくいいこと言ってくれたからこっち見直せ生き方見直せ OK!OK! いく見直せるし見直せるからそうだね今お前はゲームラクトデータになりたいって夢を持ってると思うでもその夢を叶えたからねちったいいほら ちょっっと待てください夢か叶うかどうかは言わないでもらえますか素敵。うとしたら安心してなわけでしょうしかなうとしえめっちゃいいやつやんめっちゃいいやつやんお前どこでくじけたんうんそうだね俺は俺の人生を食いだくきたいいいこと言っていいこと言ってい挑戦した過程が大事なんです結果だけ知りたくないですもし何か問題に直面するのならその時考えます自分で言うのもなんだけど自分らしいな分かった結果については触れないでおくよ たただ一つ言っておきたい、はい、頑張ることはとてもいいのだけどそれ以外のことをおろそかにしないでほしい大事家族も友人もいろいろねうん俺は続けていった今自分の身に何か危険を感じた時に助けてくれるような人は世の中の問題は何人いるかちょっと考えてみてほしい123 あ、でも三人で姉妹それはそうだね。うん、そうだね、そうだね。そうだね。もっといた方がいいのかもしれないけど。そうだそうだ。わかりましたと。うん、分けりっぽい。うんうん。未来の俺は未来で頑張ってくださいよ。頑張る。頑張るよ。忠告はできた。オッケー。変わるといいな。うんうんうん。お、ちょっと変わってるね。ちょっと変わってるね。温存しなければはい。 おいつの間にか寝てしまっていたような、ふと目を覚ますと、ずっと開かなかったボックスが急に開いたわーああーやったーこれも楽しみだおーそうね、ナポケコイの田中、エ原、ハ福田、そして警察の方々がいた。素晴らしいえぇあーよかったよかったやっぱりやっぱり生き方をね、見直した方がいいんですよ生き方だそうそうでしょうーんほらほらほら。すごいなぁ。仲良くなってるんだって。よかったよかった。 だから心配かけさせないか無職で何もしてないのよ。なんでトラブル起こすのは一人前なのえ、無職なのあ、じゃあ、あれか。じゃあ、周り、周りを大事にしすぎて、無職になっちゃったあれ代償がでかいの。大丈夫まあいいんじゃないだから30円しか持ってなかった。あるー。それあるー。 うん。俺の避け眼も変わってしまっている。俺の身を心配してくれる友人ジいルが、夢をかなってない。まあいいじゃん友達いるからいいじゃんうん。そうそうそう。生きてみないと実感はしたね。そうそうそう。そううん。あ、なに真実の断片。待って待って待って。メモメモ。 真実の断片。さっきゲットしたなんとかっていうバッジとかもそうかな <laughs> ええー、でもあれはなんかゲーム内のなんかっぽかったよ。うん、マジうんし。真実の断片。真ん中がゼロなんか顔文字みたいだね。そうだね。おおって顔してる。<laughs> おおお <laughs> おお,お俺かって顔してる。ってことは真実の断片は残り5つあるってことだね。うん、最悪でも、ね、全部で6つエンディングがあるってことだね。うん なるほどね。この番号が揃った時にもう一度やると、トゥルーエンドみたいなのが見える。すごいかもしんない。うん。オッケー。あー、すっきりした。僕の選んだエンド、どうだったんだろう。見てみたい外出エンド見てみようか。いいよ。いいの行こう。別のエンディングにたどり着けるかもしれないので、さっきあーちゃんが言ってた、外出するなっていう方を選んだらどうなるか。やってみましょうよし外出すんなよ僕はこれで助かると思います。無職にならずにね。あー、なるほどね。行くぞはい。 2018年の1月5日に飲み会があるんですが1月5日って言いたいの僕うん1月5日って言いたうはそれには絶対参加しないでくれはいというか外出もしないでくれうんえなんでです酔っ払ったせいか公衆電話ボックスに閉じ込められてしまうんだなるほどねえもしかして1年後の俺というか公衆電話ボックスに閉じ込められてるの、うんはい すぎる。我ながらバカすぎるそうだねうん俺は言った他に助けを呼ぶ手段もないんだよこのまま閉じ込められたままだと正直どうなるか分からないまあ死ぬでしょうねうんこうなってその手臓根本的な原因を潰すしかない多いんだなまあ分かりましたそれを気をつけるくらいだったらどうにかなるでしょううんあとじゃあ他にも聞きたいことがうん変わって頼むぞうお元気バカの未来バカの未来はどうなるんだ頼むぞ頼むよ

うん。一人暮らしもせず。あー,あーよかった、こっちもトゥルーか。なるほどね。うん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 。うんうん。あ、実家でずっとね。あ、びっくりした。がでも。はい。さてこれからどうしよう。うん、どのように過去が変わったのかは調べておく必要がありそうだ。あと、うん、母の介護の仕方を覚えるとか。うん、やることは山積みだ。せやな。え えっと、なおきに電話だよ。姉の呼ぶ声がする。お姉ちゃん嫌な予感するんだけど相手先は誰だかよくわからないらしい。<laughs> 誰だろう。とりあえず、待ってみる。はい、いやいやいや、怖いな。いなお前、田中かえ <laughs>、うん、あの、もしもし、どちら様ですかえっと、え,え ?10 年後40歳の佐藤直樹だと言ったら信じますマジ、えー、かよ未来の俺はまた何かで困っているのだろうか。自エンド <laughs> 8年<お>。オッケーオーオッケーオッケーね。あのー、人からの信頼を得る前にうん、うん、得ずにこう来ちゃったから、うん、10年後に何か起こしたんやろな。は<ぁ>なるほどなー。<laughs> はい、ということで、ご主人は、えっと、二つ、トゥル、実家、エンドと無色エンドを拾っていきました。残り、四つ、エンドがあるので、こちらはね、次の動画で拾っていきたいと思います。楽しみ。友達は大事ってことに気づけたよね。あの、自分の身の回りにいる人は大事にしなさいってことで、あ、そっか。確かに。そうだね。そうだね。自分から変わっていかないといけない。そうだね。人を変えたいなら、まず、自分が変わらない。おお、いいこと言う、名言だ。せやろう。姉さんの今日の説言 人を変えたいならまず自分が変わらない<ー>ということで次回の動画でお会いしましょう、うん、せーのバイバイ,バイ,バイご視聴ありがとうございました <noise> この動画スコだなと思ったらぜひ高評価ボタンポチッとお願いしますチャンネル登録とツイッターフォローもよろしくなのだせーの